続きまして11月28日木曜日15面、工場の緑地率緩和に反対の記事です。三重県四日市市が工場立地法に基づく緑地面積率の規制を緩和する条例案の骨子を発表したことを受け、市民ら約60人で作る四日市高災害を考える会は27日県と四日市市に条例案の方針に反対を申し入れ、公開質問状を提出しました。公開質問状では住居がコンビナートに挟まれているところをどう改善するのか、企業や県、市の責任での改善を強く求めると、住民の安全対策を要望。企業内の緑地面積の縮小は全く逆行していると条例案に反対しました。萩原良吉元県議ら同会のメンバーが県庁で記者会見し、緑地面積率を減らすと危険性が高まり住民への公害が広がると訴えました。市は現在工業専用地域の既存工場には樹木や芝生などの緑地を敷地の 15% 以上確保するよう求めています。条例案では緑地面積率の基準を 10% 以上に緩和する方針です。工場立地法では工場立地の段階から周辺の生活環境との調和を保つ基盤を整備して、公害の、発生をしにくくする、そんな体制を整えさせることによって早い段階での生活環境の保全を図ることを目的としている、そんなものなんだそうです。今回はこの工場立地法に定められた緑地面積率が議題に上がっています。別のこの取材で四日市市、四日市商工課は、来年4月から10年間のまちづくりの指針となる新総合計画の策定に合わせて緑地面積率緩和に踏み切ったそうです。商工課職員は地域経済を支えるために必要だと考えていると話したそうです。現在のですね、この四日市の総合計画、ちょっと私も気になりまして斜め読みをしてみたんですけども、ここでは既存工場におけるこの緑地 15% の数値目標がこう掲載されていなくてですね、何をどこまでどういったスパンで求めていくのかというところが一見しただけではちょっと私には分かりませんでした。私が感じているこの総合計画のあり方っていうような概念的な話なんですけども、この市町村の10年先を見通してどのような将来像にしていきたいのか、目標値を定めて開示するっていう、こういったね、市の強い宣言だというふうに思っています。この総合計画に合わせたことにどのような意味を持ってくるのかっていう、この裏側の意図っていうところもなんとなくこう私がこう推し量ってしまうのがいけないのかなというふうに思ったりはしていますが、この工場立地法は四日市公害訴訟判決によって企業の公害責任が問われたことをきっかけに制定されたものだそうです。今回反対を申し出た四日市高災害を考える会のメンバーの方々にとっては、こうした法施行背景の観点から強い反対の意思を示したんでしょう。今後しっかりと議論を重ねていただいてですね、より良い四日市、これからの10年の四日市をぜひデザインしていただきたいと思っています。